全然違う人見てるような感じで、これが本当に自分なんだなっていうのが全然飲み込めなくて、見てて恥ずかしいかなと思ったんですけど、なんか自分頑張ったなって自分を褒めたい気持ちになりました。到着の順番がバラバラで、他の子たちと到着が違くて、最初馴染めるか不安だったんですけど、みんなすごい優しくて、すぐ友達になれて、でもみんなもうすごいプロフェッショナルで、現場でのオンとオフがすごいすごい上手で、それは本当に学ばせてもらいました。撮影に入る前に、現地に行く前にリハーサルを何回かしたんですけど、現場に着いてから、じゃあリハーサルしたこと全部忘れてやってみてって言われた時があって、いやどうしたらいいんだろうってすごい思ったんですけど、監督が演技を見たらこれでいいよって言ってくれたんで、すごい自信がついてよかったです。なんだろう、人と一緒にいると、その人との関わり方をどんどん進化させるっていうのはそうかなと思って、最初はすごい人見知りで、心を開かない部分も、慣れていくとどんどん自分らしさをなんか作っていくっていうのは梢ちゃんと私の共通点かなって思います。山崎くんは本当に小さい頃から子役とかもいっぱいやってきたので、その間の取り方とかもすごい上手だったし、セリフの言い方とかそういうのももう本当にベテランだなと思って、1歳上だけどもうこんなに演技が上手なんだなと思って、すごいなと思いました。もうオーラがすごかったです。私最初本当になんかどうしようみたいな、挨拶できないと思ったんですけど、喋りかけてくれて、もうすごい安心しました。めちゃくちゃいい方でよかったです。誰でも受け入れてあげるみたいな、その固定観念とかでその人のことを判断しないで、その人をちゃんと知ってからその人を受け入れて、そういう心が広い、器が大きい人がかっこいいなって思います。隠し事をしないで、もう2人ともその関係にもう没頭してる人たちは、すごいそういう関係見てて憧れます。結構明るいのかな、その慣れるとその人にはすごい明るくて、変顔とかもよくするし、普通の中学生ですね。今絵を描くことがすごい好きで、特に手とか耳とかそういう体の一部描くのがすごい楽しくて、マニアックなんですけどそういうのがすごい楽しくて、美術の時間の手のデッサンも血管とかずっと描いてて、で先生にそんなに血管多くないでしょみたいな言われて、ないんですけど、私はそういう血管とか描くのすごい楽しくて、工作とかも小さい頃からすごいいっぱいあって、でも今はリアルな絵をすごい描いてるんで、その絵を見て私の絵って分かってるようなスタイルを作れたらいいかな。冬だったらこの間はスケート行きました。楽しかったですね。最初の20分ぐらいは全然滑れなくて、そこから慣れてさーって、でも日によりますね。今日は体を動かしたいって思う時と、もう今日はゆっくり家でしてたいって思う日が、グーニーズがすごい好きです。子供たちが熱心に演じてるとことか、あとその友情とか、あとファッションとかもすごいかっこいい映画だなって思います。レトロな服とかすごい好きで、その年代ごとの服とかの進化とかも見るのがすごい好きで、ペンシルスカートとか、かっこよく履ける人すごい好きだなって。黄色がすごい好きで、黄色い服を着こなせるようになりたいですね。昔の映画に出てくる教師とか見てて、この服かっこいいなってよく思います。どんな役でもできる人になりたくて、悪役とかそういうのじゃなくて、もうどの役やってもあの人は上手にできるよねって言われるような女優になりたいです。